鈴木良平、月国上球児最終回が、一手急にめった打ちで、セクシー田中さん、ナンバーワン秋ドラマに。視聴率を爆上げた二つのキス。12月17日、鈴木良平、40主演の連続ドラマ上球児、TBSK、日曜午後9時からの最終回が放送された。平均世帯視聴率は9.5%。 個人視聴率は6.1%だった関東地区ビデオリサーチ調べ、以下道。下国上級寺は三重県立白山高校のザ2018年に甲子園初出場を果たすまでの3年間を描いたノンフィクション作品下国上級寺完全にインスピレーションを受けて企画された三重県立越山高校通称残高。 が舞台のオリジナルドラマ。最終回で残高は地方大会にし、勝の決勝甲子園に進出。そこから時間は飛んで部員たちの進路も描かれ、物語は大断円を迎えたが、最終回前の第9話、12月10日放送の世帯10.2%、個人6.6から数字を落としてしまいました。 テレビ界が最終13歳から49歳までのコア視聴率も9話が3.2%で最終回が3.0%とダウンドラマが悪く言えばかなり無難でテンプレ的な終わり方だったことに加えて裏番組で日本テレビが世界の果てまで1.9をぶつけてきたのが痛かった制作会社関係者この日の1.9は午後7時から10時にかけて 冬の豪華3時間 SP が放送されていた。スタジオ MC のが基本のうっちゃんなんちゃん内村てるよし59がオーストラリアでサーフィンに挑んだり、年一で登場する女優の木村よしの40年同様に身体を張った姿を見せたりと、番組は盛りだくさんの内容だった。 言ってキューブは常に5%台以上のコア視聴率が取れる大人げ番組ですが、今回の3時間 SP の数字は、なんと9.1%。これに、下国上級人が滅多打ちにされてしまったわけですよね。TBS の日曜劇場は、以前からコア視聴率が良い枠で知られている。ゼンクールのモンスタードラマ、ビバントは、 最終回には10%超えを記録。今期の下国上級人も、ビバントには大きく劣りますが、安定した数字で、秋ドラマのトップにはいたのですが、しかし、下国上級時回の同日12月17日に日テレドラマに惨敗を喫することになりました。全道同日に日テレで放送されたのは、木並遥か。 38で主演ドラマ、セクシー田中さん、午後10時30分からの第9話。これがコア視聴率4.2%と、下国上級大きく超える数字を叩き出したのだ。この数字は、今週の連続ドラマでナンバーワンの視聴率である。セクシー田中さんは、足原ひなこ氏の同名漫画作品、小学館が原作の、九笑って、一泣ける。 ラブコメディー。地味で友達も恋人もいないアラフォー OL、経理部の田中京子、木並。彼女の裏の顔が超セクシーなベリーダンサーサリだと知り、生きよに憧れを抱く同僚の派遣 OL の倉橋あかりぬくみめる二21。三つともの商社マンで、田中とあかりと出会った小野幸介、舞熊克也、十六と小西和樹、前田豪樹。 32。この4人がメインの物語である。以前から、セクシー田中さんが、下国上級児を追い抜くのではないか、と言われてきました。下国上級児は、ア視聴率が3%台を横ばい状態でしたが、セクシー田中さんは、右肩上がりだった。第4話、11月12日放送。 が2.8%だったのがぐんぐん数字を伸ばして、第8話10日放送で3.4%を記録。同日放送の下国上級人の3.2%を超えていました。そして、12月17日放送会の4.2%で下国上級時を大幅に上回り、今週ドラマの完全なトップに立ったんです。 全室の制作会社関係者。下国上級人の最終回の数字が伸び悩んだのは、1 9の裏かぶりが影響しているだろう。しかし、純粋にの方が評判が良いのもリアルなところ。田中さんは脚本の出来が非常に良いですよね。最初にベリーダンサーという目を引く要素と、木南さんのセクシーな衣装で興味を持たせ。 中身はしっかりした脚本で勝負。マスは、アラフォーの田中さん、木波と、20代前半のあかり、ぬくみ、のそれぞれ異なる女性としての生きづらさと、それを乗り越えていく姿を描き、視聴者の共感を得る。そして、最初は嫌われ役だった男性人、小<と>の小西、前田、も話が進むにつれて成長し、 応援したくなる魅力的なキャラに育った終盤に、王道のラブストーリーが描かれる。こうした構成が、右肩上がりの人気につながったのでしょう。テレビ誌編集者。12月17日の第9話は、前週に放送された予告も秀逸で、それも視聴率に影響したと思われる。